南極海の氷山氷山の一角のイメージ水面下は海上の氷山の写真を反転させて合成している。氷山とは氷河、または棚氷から海に流れ出した大きな氷の塊である。氷の密度は 920kg/m、海水の密度は 1025kg/m とわずかに軽いに過ぎないので氷山の90%は水面下にあり。 水上に出ている部分から水中の形状を推測するのは困難である。また、非常に頑丈であり巨大な重量を有するため、たやすく板金を損傷させる。このため、船の航行にとっては非常に危険なものである。氷山との衝突事故で最も有名なものの一つが、1912年4月14日のタイタニック号沈没事故である。 氷山が見られる海域は限られており、南半球では南氷洋、北半球ではグリーンランド東岸とその周辺の島々から氷山分離したものが北、大西洋高緯度に広がる。北、太平洋やベーリング海などでは氷山は見られない。南極地域と北極地域では氷山の成因が異なる。南氷洋では南極大陸から押し出された棚氷により、 形成されるため、上面の平らな台状を呈し、巨大なものが多い。北、大西洋では、氷河が海に流れ込んでできるので、尖った山形の形状のものが多い。氷山の形成に関する説明は、1760年に、ロシア人のミハイル・ロモノソフによって、初めて発表された。北、大西洋20世紀になると、氷山の研究や、 監視のためいくつかの機関が設立された。タイタニックの事件を教訓にして1914年に設立されたインターナショナルアイスパトロールは北、大西洋の氷山を監視している。北、大西洋に存在する氷山の平均的な一生は、およそ3000年前に雪として降り、万年雪となって堆積して50年後には氷河となり、数千年かけて移動し、最後に 氷河から分離して氷山として海に浮かぶことになる。同海域の氷山は氷山になってから平均で3年経過したものである。南極海南極の氷山はアメリカのナショナルアイスセンターが監視し命名している。名前は以下に示す氷山が形成された場所を示すアルファベットと数字からなる。2000年ロスタナゴーリから分離した氷山 B15 は 最初面積が1万1000平方キロメートルあり、記録されたものの中で最大であった。2002年11月には2つに分裂した。2004年12月の時点でも、この氷山が分裂したものの中で最大のものは、面積が3000平方キロメートルあり、依然世界最大であった。北、大西洋では平均で、 毎年約500個の氷山が大西洋横断航路に危険を及ぼす境界線である北緯48度より南に達している。ただ、この個数には大きな変動があり、最も少なかった1966年は0個、次に少ない1940年と1958年は1個となっている。この変動の原因としては、当初エルニーニョ、南方振動や北、 大西洋振動などが考えられていたが、長期的に見ると関連性が薄いことが分かった。短期的には、なおと強い関連性が見られることがある。20世紀以降の氷河の交代に伴い、大規模な氷山の誕生が増加傾向にあるとされており、地球温暖化の影響ではないかと考えられている。北、大西洋には氷山を巨大重機と専用船で回収し、 工場で加工して、ウォッカ用の天然氷として販売する業者もある。フリークエントリーアスクドクエスチョンズ、ホワットイズザライフ、サイクルオブアンアイスバーグ、インターナショナルアイスパトロール、ハッフト,リククトハッフリークエントリーアスクドクエスチョンズ、ホワイワズザ1999、アイスバーグシーズンソーマイルード、インターナショナルアイスパトロール、ハットフリークエントリーアスクドクエスチョンズホワットアレ、 ササイゼズシェイプスオブアイスバーグスインターナショナルアイスパトロールハット超密着世界のスゴ技キング NHK 広報局2019年11月24日閲覧ありがとうございます